あ、もうこんな時間なんだ。今年もそろそろ終わりだね。ああ、年越しうどんも食べたし、あとは待つだけだ。そうね、年越しそばも食べたしね。まだやってるんだ。でもうたの年越しそばうどん論争はもう分かってるわ。バカバ、この論争はまた来年に持ち越しよ。うむ、そうしよう。今年は去年ほど余裕はなさそうだからな。けど本当なの？大晦日にバーテックスが襲撃を仕掛けてくるというのは。はい、少し前に神樹様から信託がありましたから。去年もそうだったしね。やはり来ましたね。うん、新たな信託も来ました。今回は4カ所同時に攻め入ってくるようです。4カ所？わお、トゥーメニーね。私にも同じ信託が来ました。4カ所同時進行、間違いないと思います。スマホでマップを表示して、ここここここ、ここの4つですね。本当だ、バーテックスの点がたくさん表示されてる。これは全部初日の出が見える名所ばかりね。バーテックスも初日の出が見たかったのかにゃ。この世界のバーテックスは風流を楽しめる奴らなのかもしれない。よし、何はともあれ殲滅しに行くぞ。綺麗に年越しを迎えるために。今年もただ平穏には終わらなさそうですね。はい、乃木さんや歌のはああ言っていたけど、やっぱり心配はつきません。皆さんどうかご無事で。来ましたわね、来ましたわね、来ましたわね。どうどう、弥勒さん落ち着いて。今からそんなんじゃ途中で電池切れちゃうよ。よし銀、行くぞ。はい、夏目さん。ザー、あ、銀、夏目さん。二人とも行っちゃったわ。皆さんと夏目先輩って仲良しさんだよね。戦いの時は息ぴったり。私だって続きますわ。はいはい、ちょい待ち。さすがにこんな序盤から6人中3人の特攻はまずいと思うのですが、私は弥勒家の者と前線で戦うことだけが功績じゃないさ。それに名家弥勒家の末裔である弥勒さんは最終兵器だから温存しておかないとね。最終兵器、弥勒家、そうですわね。そういうことでしたら、私は力を貯めておく必要がありますわね。うわー、せっか先輩があっという間に弥勒先輩の心を掴んじゃったよ。そのっち大きい声で言っちゃダメよ。せっかく弥勒さんが納得してくれたんだから。うん、わかったよわし。ところで名家弥勒家ってなんだかおいしそうだよね。メイカよ。ねえスミちゃん、銀ちゃんと夏目さんの様子はどう？はい、すでに戦闘を始めていますが。はぁっはっでやー、バーテックス第一陣の出花をくじくことに成功しているみたいです。了解。そんじゃ遠距離攻撃ができる組は2人に敵が殺到しないように牽制しなきゃだね。主力っぽいやつは私が対応するから、スミちゃんと弥勒さんはその他お願いね。はい、わかりました。これも私を温存するための戦略。もちろん了解しましたわ。佐野子ちゃんはタイミングを見て前衛2人のどっちかと交代してもらえる？はーい。じゃあスミちゃん、弥勒さん、攻撃開始するわよ。弥勒さん、私は右側を。それでは私は左側を狙います。最終兵器の力見せてあげますわ。はいはい、
ありがとうございます、せっかさん。せっかさんからの電話でした。あちらのチームは問題なさそうです。よかったです。一安心ですね。歌のは大丈夫かな。うん、きっと大丈夫。歌のはずっと道を切り開いてきた人だから。あっと、今のはちょっぴり危なかったわ。あの遠距離攻撃タイプ、ベリーバットね。どうする白鳥さん、こちらから近づこうにも小型のバーテックスたちが前を塞いでいるわ。みんな遠距離攻撃が来るよ。盾を広げるから集まって。危なかった。サボちゃんがいなかったらあっという間にやられてたよ。しずくさん、あの遠距離攻撃タイプにあなたの銃で応戦できないかしら。できるけど硬そう。私の銃じゃ多分倒せない。つまりあれを排除するためには接近戦に持ち込むしかないってわけね。となるとやっぱり小型のバーテックスを先に全部倒さなきゃいけないのかな。そうね。でも被害をできる限り少なくしましょう。ユーナさんと千景さんは光栄で力を温存、他の人はくさび型陣形で小型バーテックス群の壁に穴を開ける。ユーナさんと千景さんはその穴から遠距離タイプに近づいて一気に倒しちゃって。オッケー、わかったよ歌のちゃん。というわけで小型バーテックスの露払いは私、園子さん、それと、ふん、俺の出番って言いたいんだろ。さすがしずくさん、わかってるわね。仕方ねえからやってやるよ。しずくを危険な目に合わせるわけにはいかねえからな。私も了解、頑張るよ。それじゃレッツゴー。うん、うん、そっか、よかった。歌野さんからの電話ですか。はい、親玉っぽいのを倒したからもう大丈夫だって。さすが歌の先輩です。あとは若葉先輩のチーム、ペブキ先輩のチームですね。まずいぞカリン、私たちだけ分断され囲まれている。やられたわ。バーテックスたちって意外に小賢しいことしてくるのよね。まったくだな。だが退路を断たれたのなら、ええ、できることを思いっきりやるだけよ。はあ！すごーい、包囲されててもどんどんバーテックスを倒してる。ああ、大したもんだけど簡単にはやられないと思いますが、あの勢いはいつまでも続けられません。って、うわー、話してる間にこっちにもバーテックス来てるよ。殺される。スズメ、落ち着け、心配するな。そいつはタマに任せたまえ。いえ、タマッチ先輩、あのバーテックスはこのままスズメさんに対応してもらいましょう。なんで、ひたひたひた、このままじゃ死んじゃう。だってお、すごいぞスズメ。涙と鼻水でひどい顔になってるけど敵の攻撃を全部防いでる。スズメさんは防御することにおいては誰よりも上、そしてスズメさんが通ったところはなぜか安全なの。多分これが芽吹さん曰くスズメさんの生き延びる道を見つける嗅覚なんだと思う。おお、なるほど。じゃあスズメを先頭にして若葉たちのところまで行けばいいんだな。うん、死ぬ死ぬ死ぬ詐欺じゃなくて本当に死んじゃうんだよ。おお、なんだこの音は。若葉、あれ見て、
スメを先頭にしてタマコとアンズが近づいてきてる。いけるぞカリン。このまま3人と合流して一気にあの大型を仕留める。はいはい、あまり遅くならないように帰ってきてくださいね。若葉ちゃんのチームもスズメさんの活躍で無事乗り切れそうです。スズメ先輩は本当はすごい人なんです。自分では気づいていませんが。そうだね。あとは結城さん、クスノキさんたちのチーム、神樹様の神託では一番過酷な戦場になると。でも結城さんたちならきっと。勇者パーンチ。すごいひっきりなしに来るね。見渡す限り敵だらけね。こりゃ骨が折れるわ。お姉ちゃん、ユナさん、後ろ。ユナちゃん平気？怪我はない？ありがとう東郷さん、今のは結構危なかったよ。犬坊崎さん、どうしますか？戦力的には向こうの方が上のようですが。このまま耐えるだけ耐えて他のチームの増援を待つって手もあるけど、なんかバビッと敵の数を減らせるような方法があったらいいんだけどね。ったく、ほんとキリがないわね。イワシの群れかっての。あ、風先輩、それです。え、誰よ。いつきちゃん、私たちの後方に糸をできるだけたくさん張り巡らせてもらえる？あ、でも下の部分には隙間を作ってほしいんだけど。わかりました、ワイヤー展開します。それみんな、私の合図でいつきちゃんの糸で作った網の裏側へ。ああ、そういうことか。みんな、しんがりは私がやるから、脇目も振らずに走りなさい。3、2、1、今です。網のところまで来ました。下の隙間に滑り込んでください。だー、勇者スライディング。お姉ちゃん、早く早く。わかってるわよっと。バーテックスの群れもそのまま突っ込んでくるわ。あ、いけない、隙間に気づかれてる。そこはこの部長にお任せあれ。隙間を塞ぐ蓋ならここにあるわ。女子力カード。風先輩の剣で行き場がなくなったバーテックスが止まれなくて全部ワイヤーの方に。捕らえたバーテックスは全部ズボッです。大量大量。東郷、ナイスな作戦だったわ。お役に立ててよかったです。これだけ一気に数を減らせばあとは私たちだけでなんとかなりそうね。樹海化が解除されてから数時間、どうやらもう襲撃はなさそうですね。はい、神樹様からのお告げもないですし、きっと大丈夫だと思います。じゃあ私からみんなにも伝えておくね。もう外もだいぶ明るいですね。初日の出の時間です。そうだ、ミトさん、アヤさん、よかったら今から屋上に行きませんか？そこからも日の出が見えるそうなんです。あ、いたいた、夏目さん。警戒態勢はもう解除でいいってさっき連絡がありました。そうか、それは良かった。海を見てたんですか？ああ、空がこんなに明るんでいる。もうすぐ初日の出だ。歌乃ちゃん、今年も大変だったね。あれ、違うか、去年かな。ディフィカルトな質問ね。今年であり去年でもある。
あ、そうだ、歌乃ちゃん。遅くなったけど、お誕生日おめでとう。あ、そういえば、すっかり忘れてたわ。ありがとう、ゆうなさん。さあ、そろそろ時間ね。その子さんたちも向こうで待ってるし、ご来光を拝みに行きましょうか。なあ、カリン。よかったらなんだが、今度私と手合わせしてくれないか。え、どうしたのよ、急に。どうしてだろうな。自分でもよくわからない。今日は背中を合わせて戦ったから、かな。初日の出の時に言うことじゃないわよ。けど、そんな元旦もいいかもね。ああ、そうだろう。あ、そろそろ日の出よ、ゆうなちゃん。うん。じゃあこの初日の出にお願い事をしとこうっと。そうね、じゃあ私も。東郷さん、何をお願いしたの？みんなが今年もこれからもずっと無事に楽しく過ごせますようにって。あ、私も同じだよ。東郷さん、今年もいい一年になるといいね。では、ビデオ通話をつなぎますね。こちら巫女組です。皆さん、聞こえますか？映っていますか？ああ、ちゃんとつながっているぞ。はいはい、聞こえてるし、ちゃんとみんな見えてるよ。こちらも通信状況はクリアよ。右に同じ。こっちは海の向こうで太陽が昇ってるよ。こっちも日の出だよ。綺麗だね。本当にこんなにたくさんの人たちと初日の出を見られて、とてもいい年明けです。こうして離れていても同じ時間を共有できているんですね。私たち、明けましておめでとうございます。皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。